子供向けのね、あの生放送の番組があるんですよ。ああ、ありますね。それにね、こう2人で出してもらって、はい、ゴーがすごい体してるから、もう、はい、そうなんですよ、ね、体のもう一回見せれる、はい、でも最近やってないですけどね。すごいね、やっぱ筋トレが…こんな感じなんですけど、あーすごい、やっぱ画面で見たらめっちゃ面白いな。うわ、目立つ、なんかこれ何何が…格ゲーのキャラやんね。あ、でもすごいっすね、やっぱこう見たらすごいよ。1日何回これ筋トレ。1日腕立て伏せ1200回やってます。むちゃくちゃだよ、もうそんな。あもうどんだけ体いじめんだよ。でもすごいですよね。そう、すごい。でもこのね、体があるから、はい、あの体をね、宙に浮かしたままコーラを飲みますってね、あのこの状態ですね、うん、これを空中浮遊コーラっていうね、はい、必殺技を持ってるんですけど、はい、そうじゃないですかね、それをね、必殺技を引っ提げてね、はい、我々朝の番組に行って、はい、行きました。15秒間ね、こう、はい、バーン窓開いて、はい、バー出てきて、はいはい、で今から彼が15秒間で、はい、この瓶に入ったコーラを飲み切りますって言って、はい、僕が栓開けて、はい、ゴーに加えさせて、はい、ゴーが10秒ぐらいで飲んで、はい、成功でーすで、はい、言ったら、はい、もう僕も生放送で、はい、大好きな番組だから、はい、子供の時から見てもテンション上がりまくっちゃって、はい、栓抜き開けたらバーンって言って瓶の縁ごと開けちゃって、ね、ジグザグになってね、ギザギザになってて、ギザギザ山脈みたいになっててガラスがもうコーラの中にどんどん入ってっての見て死ぬこいつって思ったけど、もう 生で始まってるからね、こうやって口に加えて、うん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 、いけいけとか言って、終わって、いけましたー、いけました。もう目がやばかったもんね。もうめちゃくちゃガラスと入ったりとかして、もう恐怖でもう亀見えなくて、こういう風にもう目も焦点回らないから、その時にカメラ回してた時に、うん、裏にいたディレクターさんが血ばすすな、血ばすすなっつって、そうそう、恐ろしい顔してたもんね。あれやばかったね。あれやばかったね。ありがたいよ。でも本当素晴らしい本当エピソードだと思うよ。それは生きてるし。いやそれで、うん、それでやっぱさ、たっぷりガラス飲み込んで、うん、やっぱ死んじゃってたらもう本当恐ろしい話だけど。そりゃそうだよ。だってこれいないもんだ、うん、ここに。大丈夫だったあの後。あの後、うん、あの家帰ってちょっと横になろうと思って、うん、バイトまで、うんうん、横になってあの、うん、スマートフォンいじってたんですよ。うん、そしたらなんかあの生理現象で。うんで、咳したんですね、うん、そしたらモニターにあの、うん、キラッキラなものがいっぱいプツプツンってあってえっと思って見たらあのガラスの粒子が口から出てて飲み込んだガラスの粒子がもう一回出た時はマジで焦りましたけどね。すごい